はいどうもこんにちは、リオラです。今回はスプラトゥーン3の初期段階で登場する全スペシャルが公開されたので、そちらの方を紹介した後に、ホップソナー、それからサメライドのね、詳しい情報も話していこうと思います。まずはこちら最新のツイートですね。スペシャルウェポンは他にもジェットパック、マルチミサイル、アメフラッシュ、ナイスのウルトラハンクが登場する。これまでにご紹介した新しいスペシャルウェポン10種類と合わせて計15種類のスペシャルウェポンが新たな土地でのバトルを盛り上げるぞということで、はい、まずこちらがウルトラショットで、メガホンレーザー 5.1 チャンネルで、グレートバリア、ウルトラハンク、で次にアメフラッシュ、鍵タンク、吸引機、エナジースタンド。で、サメライド、サメライドかっこいい。サメライド、マルチミサイル、ナイス玉、ショクワンダー。で、ジェットパック。トリプルトルネード、ホップソナーっていう感じですね。個人的にやっぱりね、ノバブラスターについたし、ショックワンダー使ってみたいね。マルチミサイルは消せ。スーパーチャクチは多分ヒーローモード限定っぽいですね。で、ここからホップソナーの、最新情報を見ていこうと思います。これは新しいスペシャルウェブをホップソナー。地面に突き刺すことで周囲にウェーブを発生させるぞ。ウェーブに触れた相手にはダメージとマーキング効果を与える。激しいバトルが行われている場所に投げ込めば、相手は大混乱だということで、見た目はこんな感じですね。なんか、31のアイスクリームみたい。で、これが実際に使用してるところですね。リッターが投げて、飛び出してきて。で、これよく見てほしいねんけど、これね、見てほら、壁も貫通するっていうか、壁の上にもちゃんと効果があるっぽいから、これを知れたのはでかいね。結構範囲思ってる広いかな。だからこれ、なんか、戦ってる場所に投げ込むとかなり良さそうやね。で、まあなんか、これを使って攻めていくっていうよりはなんかここの押さえとかでキープするのに、場所をキープするのに強そうな感じはしますね。はい。マルチミサイルが打開用で、ホップソナーが押さえで強いみたいな、そういうイメージかな。まあ、マルミサ押さえでも強いけどな。で、次がこちらサメライドですね。これは新しいスペシャルウェポンサメライド。サメの形をしたフロートに乗り込み、現れたコースロープの上を高速で突進し、触れた相手を倒すことができる。コースから外れたり、ZR ボタンを押したりすると爆発してインコを撒き散らすぞってことなんですけど、これ結構やばいの書いてるんで、触れた相手を倒すことができる。これワンパンなんかな？ワンの大王以下みたいにワンパンとかやったらね、結構熱いけど、まあ、ちょっとそこは使ってみないとわかんないかな。見た目はこんな感じですね。まあ、仮に触れた相手ワンパンやとしたらね、かなり強そうな感じはするけど、どうなんやろう。こちら使用映像ですね。こんな感じで倒していくと、で、これ衝撃の事実があって、なんとこのサメライドね、なんか乗ってるとこ倒せそうやけど、発動直後に少し隙があるものの、一度突進に入れば相手の攻撃では倒されないということで、まあ、スプラトゥーン1以来の無敵スペシャルってことですね、これは。イカスフィアは無敵っぽくて無敵じゃないみたいなとこあるから、こっちはがっつり無敵ですね。はい、というわけで今回の動画はこれで終わりたいと思います。これからもスプラ3の情報更新していくんで、よければチャンネル登録してお待ちください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さらば。動画を見てる皆さん突然すみません。ここでメンバーシップ特典のお知らせになります。メンバーシップの黒毛和牛以上になっていただいた方は、専用のディスコードサーバーにて、僕に好きなだけ質問することができます。さらには動画付きの質問も OK なので、スプラトゥーン上手くなりすぎたいという方は、お昼ご飯を1回我慢して、ぜひ黒毛和牛へ加入お願いします。それでは続きをどうぞ。